だから入れ、ああそういうこと、上にってこと、最高峰って、あ、そうかもしれない。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。こんにちは、やってください。お元気ですか。本日は鈴木さんがご来店されましたので、今日は何にも買いませんけど、お手伝いをいただくことにしました。リベンジですね。前回、ローションの件で乳化という実験がうまくいかなかったので、もう一回やります。今日は鈴木さんにやっていただいて、私は撮影に集中します。反対が乳化、ちょっとわけがわからんこと言ってますけど、そうです、教えていただきました。あ、直哉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、確かですが、界面活性剤に油を混ぜておいて最高峰に水を入れると混ざるようになるそうです。まあ、よく日本語は分かりづらいですが、あ、多分ですね、先に油に界面活性剤入れてこう混ぜといて、最高峰じゃなくて最後に水を入れたらいいんじゃないかというアドバイスだと思います。このそうじゃないですか。いやいや、界面活性剤と油がしっかりと混ざった状態っていうことじゃない。違う、はい、そういうこと、そういうことなの。置いて最高峰に水を入れる。うん、だからさ、だから入れ、はあ、そういうこと、上にってこと、最高峰って、あ、そうかもしれんね。いや、難しいのこの日本語。最高峰って上のことかなと思って今一瞬、鈴木さんの、え、そういう意味じゃないの。じゃあだから界面活性剤と油がしっかりと混ざり合った状態、うん、それは一番混ざり合った状態が最高峰じゃねえのと思ったんやけど、ああそうか、最高に水、あ、最高に油が混じった状態の後で水を入れろと。さあ、3つのうちどれでしょう。今日は鈴木さんが実験なので責任者は鈴木さんということで、チーフお願いします。ちょっと待って、何ですか、はい、皆さんにクイズですっていうのはない、はい、実験進まないじゃないですか。最後、最高峰、まあまあやってみましょう、うん、どうぞって俺やるんや、うん、そうなんや、そう、うん、はい、それでは、あ、実験チーフの名前忘れちゃった、鈴木さん。ひどいな、付き合い長いのに。今一瞬飛んだな、鈴木か佐藤か。なんかよく他の名前出てきたんじゃない。ごめんなさい。この辺に三菱のマークのある、あ、いいのつく人、いいのつく人。今日は違う。はい、じゃあチーフお任せしますが、一応2つのこれなんていうんだったっけ、ペットボトルにグダグダ、油と、はいですね、水を同量用意しました。はい、でまずコメントのアドバイス通り、鈴木チーフに、オイルの中に界面活性剤を混ぜていただきますが、分量についてはチーフのセンス技量にお任せするという格好でお願いします。じゃあどうぞ。人間が適当ないね。じゃあ油オイルに、あと界面活性剤、まあ洗剤ですね、はいはい、入れて、はい、どうぞ。ここから鈴木さんの独壇場ですから、ドキドキ好きなように進めてください。大体さ、分量が控えめだな、分量が測れないっちゅうのはおかしい、うん、しっかり蓋をして、はい、もうちょっと入れないか。もうちょっと入れてみます、はい、なんかみんなこれ動画の向こうで突っ込んでるだろうな今、蓋の匂い嗅ぎました、ね、はい、
台所の匂い当然だっちゃうね。食用油と洗剤ですからね。揚げ物した後ね。じゃあ行ってみますね。はい、どうぞ。揚げ物ね。そうそうそう、みんな大好き唐揚げ。どうかな、なかなかいい色合い。もうちょっとか。どうします、もっと振るか、それかこれでしばらく置いといて様子見てから水入れるか、チームの判断とかおります。あれ牛乳振ってるとバターになるんだよね、確か。振れば混じるんだきっとね。うん、死ぬほど振るみたいだけど。じゃあじゃあじゃあ、あれ牛乳振ってるとバターになるんじゃないの。違うの、木の周りをぐるぐるトラが4頭回るとバターになる。ちびくろ散歩ね、うん、ちびくろ散歩、そういえばあれダメだったんじゃないの、放送上。そうそうそう、あのちびくろっていうのもダメね。ああ、うちは YouTube だからいいな。人種差別。ちびくろ散歩が散歩ってべー、ちびくろ散歩が散歩って歌があったでしょ。知らん。知らないの、ぐるぐる回ってバターになりました。そうそう、それを美味しく食べましたっていうのが子供の頃だった。バターって美味しく食べれるのと思って。ああ、なるほど。なもんかな。じゃあ いいでしょうかチーフ。はい、じゃあ水はいつ混ぜましょうか。混ぜたらタイムを測ります。でもさっきのあれだと今入れた方がなんか混ざってるんで、うん、いいような気がするんですけど。じゃあ混ぜましょうか。混ぜましょう。ちょっと待ってね。はいはい、で混ぜて振ってドンします。おお、なんか混ざらないな、やっぱり俺の責任。これ振りゃいいんだ、今日チーフだから振りゃいいんだ。うん、おお、映ってる映ってる頭がくるくるする。もういいですか。なんかええ感じやね。うん、じゃあスタートするよ。ういじゃあ、あとはしばらく待ちます。ああ、タラなんだ、洗剤が。下の方が白くなって分離するな、うん。海面活性剤がタラなんだ。15分ぐらいしたら、うん、はい、ありがとうございます。15分ぐらい経ったらチーフの判断で石鹸を増やすのか、うん、もう少し長時間振り続けるのか、まあ手は2つだと思うんだけど、どうされますか。石鹸増やすのは後でもできるやん、うん、今の状態でベストかどうかって見るんなら、うん、振る。あ、じゃあそれでいきましょう。あ、15分経った。じゃあちょっと、すいません、15分経ちましたが思ったような成果が得られてないと監督が言うので、いやチーフに任せたんですよ。振ります。はい、しばらく振ります。きついっす。あ、なんかお客さん来たよどういう中継するよ俺。汗かいてる。はいはい、おすけです。なもんでどうかな。あ、2分ぐらい。あ、振った。振った。すごいね。ちょっと途中休んだけど。これはいけるんじゃないか。で、18分からスタートして。あ、ちょっと沈殿してきたな。すでに。
よいしょと。ちょっと下の方がこう分離してきてますので、今度は逆さやし。今度は洗剤を加えてみようと思います。いらっしゃい。今日は何ですか？帽子を。帽子。はい。どんな帽子？金龍野球です。あ、そうか。サイズは分かってますか？かぶってみます。金龍さんのサイズは出そうやね。これが J です。角上が M です。ああ、分離しとる。難しいな。でもやっぱり洗剤かなと思う。洗剤ですかね。うーん、最初にオイルに混ぜた洗剤が少なかったのかな、うん、と思うね。だからもっともっとドシャーンと入れんといい。ドシャーンとって何やその、うん、まあいいや、今日はまた中間報告だからまだもう一回やればいいから。とりあえずこの中の泡がなくならんと、今ちょっとどういう状態かっていうと、こういう、ああそうですね、泡がいっぱいまで来てますんで、この状態だと洗剤を入れようにも入らないので、蓋しといたらどうなの、蓋を取っといたらどうなの。なるほど。どうでしたか。最後ですね、鈴木チーフに、総評総括と、それから次回への課題を発表していただいて、私接客で忙しかったのでほとんど鈴木チーフにお任せだったわけですが、鈴木チーフお疲れ様でございました。お疲れ様でした。それでは最後に総評をお願いいたします。はい。ちょっと見ていただくと分かりますが、下の方に白い、まあ、水、ちょっと濁った水のようなものが出てます。ということは、こちらが期待していたようなものができなかった。はい。言うたら失敗です。はい。で、事前に、以上、総括でございます。あ、ありがとうございました。鈴木さん、仕事から真面目なので、話がすごく長かったですけども、ポイントは石鹸の量を増やすってことと、それからお湯を使うと、この2点です。以上です。またやるのかと思ってるでしょう。まあ皆さんが嫌だ、もう見たくないって言うんだったらやらないけど、鈴木さんやりたい？いや、振るのが辛い。ああ、それはね、まあ、皆さんのコメントを見ながら次回ね、完成品を作るかどうかは考えていきたいと思います。だらだらになりましたが、今日は申し訳ございませんでした。今日忙しかったのでね、結構ね、うちの方ね、鈴木さんお任せしてごめんなさいね。はい、ね、珍しくお客さんいっぱい来てね。ひどいな、珍しくってな、まあ本当のことだけどな、うん、素振りちゃんとやってますか。だそうです。はい、それでは皆さん、さようなら。はける打ち合わせなかったよ。